毎度おなじみリトカーのトラックマン追い切り死んだ、今週はですね、阪神でエリザベス女王杯 G1 レースがありますということでですね、リトで追い切った馬たちについてお話をしていこうと思います。まずはじゃあ早速赤い糸からいきましょうか。半路、はい、ですね、はい、まあ、単走でしっかりと時を出してきたんですけど、まあ、本当に振りが良かった分、まあ、しまいはやや足色が鈍ったかなという印象はあるんですけど、この51秒0っていうのが昨年のエリザベス女王杯の51秒6を大きく上回る自己ベストの数字でした。なるほど、うん、まあ、本当に肌艶も良くて余裕残しだった前走をひと叩きしての上積みっていうのはかなりあるのかなと思いますし、はい、まあ、昨年はと同じローテでしっかり連覇を狙える出来に持ってきたのではないかと思います。なるほど、はい、続いてハンドバラナウトですが、はい、まあ、この馬は選手をしっかりコースでやっているので今週は調整程度という内容ではあったんですけど、本当にいつも通りの順調なメニューをこなしてきて、まあ、ここにしっかりと出来を持ってきたのかなと思いますね。まあ、本当にすがる身のこなしでしたし、雰囲気っていうのも落ち着いていましたから、状態の良さっていうのは伝わってきたかなと思います。前走がプラス14キロで多少余裕残しではあったと思うので、その辺の上積みっていう部分もあると思いますし、今回ムーアジョッキー鞍上に迎えてどんなレースをしてくれるのか非常に楽しみな部分もあるのかなと思いますね。はい、分かりました。続いて、ウィンマイティ行きましょうか。ウィンマイティは1週前にびっしりやったんかな、はい、で今週は引っ張り気の手応え、まあ、鞍上を終始リードする、もう抑えるのに苦労するぐらい、まあ、その分重心が高く打つんやけど、この馬追い出したらな、グッと重心がな下がるのがセールスポイントやね、うん、まあ、そういう目を見られへんかったけども、あのゴール手前では幾分な重心の低さっていうのが見受けられた、いい感じで来てると思います。はい、それから関東馬のウィンマリリンなんですけど、これも、早めのリット入りで、ではね、本当にシュート単走かな、はい、もうあの上がり正面上がり重点、うんうん、もう引っ張り切りの手応えかな、で、まあ、あのちょっと下を越す走りやったんやけど、うんうん、ま、以前からそんな風な走り方なんで心配はないと思う。本格的にね攻めてラスト直線だけ攻めた時にはもうぐっと重心が低く、構えられてたし、いい伸び見せてたから案外具合良さそうな感じ、うん、僕は A 評価にしたいな。おお、好印象ですね、うん、はい、続きまして、これも C でしたかね、ジェラルディーナ。ジェラルディーナは攻め馬走る相手かな、ソフトフルートと合わせたんやけど、うん、まあ、先行先着で一馬身の先着やったかな、うん、まあ、引っ張り切りの手応え、まあ、まあ評価する人もいるだろうけども、ちょっと走り硬さがある、うん、ああ、なるほど、でやっぱり引っ張ってる分ふわ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 、うん、もう重心が安定してないで、片足もあったし、まだソフトフルートの方が僕はよく見えた。おお、なるほど、うん、逆にな、うん、なんか全然ちょっと馬の可動域が狭いという、そんな感じに映った、僕的にな他の人は知らんで、うん、今回じゃちょっと評価微妙ってとこですかね、はい、分かりました。続いてスタンニングローズですかね、これハンドですかね、はいはい、スタンニングローズは秋華賞から中3周にはなるんですけど、この厩舎らしくしっかりハンドで日本を乗って乗り込まれているかなと思います、うん、割合に不安がない分スムーズな走りでしたし、ラストの加速っていうのも非常に伸びやかに移ったかなと思います。まあ、秋3走目で前走からの大きな上積みっていう部分はどうなのかなっていう部分はあると思うんですけど、まあ、しっかりケアをしながらいい状態では使ってこれるのかなという印象がありますね。なるほど、わかりました。デアリングタクトですけどね、はい、まあ、この馬は1週前にオープン馬同士の質の高い合わせ馬をしっかりしてきて、まあ、今週はセーブ気味の内容では選手よかったな、うん、ごめん、あ、はい、どういう今週はセーブ気味の内容ではあったんですけど、本当に馬体は迫力がありますしダイナミックな走りで、まあ、いい雰囲気が出ていたのかなと思います。
まあ、3冠達成後は足元の脚部不安という部分もあって、まあ、少し勝ち星からは遠ざかってはいるんですけど、うん、実績実力という部分ではこのメンバーでは本当に申し分ないですし、復活した姿をまた見たいなと思う部分もあるので、はい、まあ、今回それに少しでも近づける出来にはあるのかなと思います。なるほど、わかりました。それではナミュールですか、はい、まあ、このまま前半しっかりためを作って残り1ハロンからグッと回転数を上げて一気の加速、まあ、柔軟なフォームでしたし、しっかりチップを捉えて力強さも目を引いたかなと思います。反論の中では僕自身この馬が一番よく見えました。おお、なるほどね。まあ、あとは印はまた別問題になるんですけど、まあまあね、本当に動き自体はこの馬が一番いいのかなと思いますし、まあ、あとは少し感覚が詰まる部分がどうなのかなっていう部分はあるんですけど、この馬自身に関しては、はいはいはい、ただ上積みっていう部分もしっかりあると思うので、ここでも好勝負できるものはあるのかなと思います。わかりました。さあ、ともう一頭コース組がルビーカサブランカ、うん、ルビーカサブランカはソダシと合わせるのかな、はい、ソダシとうちに合わせた。ほんで、若干なやっぱりな、もう時計が出てた、うん、で一見ソダシにモテ遊ばれてるような感じには映る、正直な、けど伸びやかなフォームで走れてたし、うん、体もすっきり見せてるし、でこのままあれなんよ、びっしりおったんだ今回初めて。なるほど。今までちょっとな余裕残しでな攻めてな、うんうんうん、やってたから、ちょっと変わるんちゃうか、うんうん、確かにかなり攻めたな、変わるんやったら今回やと思う、うん、なるほど、なるほど。それだけかな。分かりました、はい。じゃあ、あと一頭阪神競馬場でやりました外国馬マジカルラグの話、じゃあ私からちょっとしてきましょうか、はい、ちょっと見てきました。まあ、内容はね、ダート1周ゆっくり回って2周目にパッと追い切ったっていう内容で、ごく軽めでね、反応を確かめるような内容だって、芝コースはね通過もしなかったんで、正直フットワークなんとも言えないとこあるんですけども、一雨はあった方がいいのかなというタイプには見えたんですけど、ある程度ね緩急は効きそうな足さばきと見ました。でとにかくですね、落ち着いてるのがなんと、セールスポイントですよね。買い場も多分いいんじゃないですかね。なんかこう腹構えがしっかりしてね、力感のある馬体でしたんで、あとすごく落ち着いた、とにかく、うん、人の指示に素直に応じるタイプの馬なんで、操作性もいいんじゃないかなと思って、ちょっと一仕事してもおかしくないかなっていう感じはしました。まあ、以上こんな感じなんですけどね、どうですか、馬券の参考にぜひしていただいてね、ちょっと買えそうなのがいっぱいで、どっから入っていいか迷うなレースですけど、まあ、ぜひぜひね、大いに悩んで馬券買っていただいたらどうでしょうかということで、今回じゃあ締めさせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。